2014年6月12日、東京都町田市中町のあけぼの第二クリニックにて、所長で腎臓内科医の男性が人工透析中の患者のチューブを引き抜いて命を奪おうとしたとして逮捕された。チューブを抜かれた患者は一命を取り留めたが、信頼を寄せていた医師の逮捕に患者からは驚きや戸惑いの声が漏れた。犯人の医師の名は橋爪健次郎。警察の調べに対し、誰でもよかったと供述した。一体何が彼を凶行に走らせたのか。橋爪氏は親身な治療で患者から慕われ、自宅周辺ではエリート一家として知られていた。住民らは順風満帆な人生に見えた。なぜこんなことをしてしまったのかと驚きを隠さない。橋爪氏は約10年前から町田市内の一軒家で生活。近くの主婦は妻も医師で、娘は都心の有名女子校に通っていると聞いた。外車で娘を駅まで送り迎えするなど、とても幸せな家庭に見えたと話す。クリニックの患者らもおとなしく親身に相談に乗ってくれる医師だったと口を揃えていた。2年前から通院し、橋爪容疑者から処置を受けていた同志の男性はとても親身に診察してくれ、信頼していた。まさかという感じだ。チューブを抜くなんて精神的に追い詰められていたのだろうかと表情を曇らせた。誰でもよかったと言っているらしいが、もしそれが自分だったらと思うと怖いと不安そうに話し、患者の命を助ける仕事をしているのにあんなことをするなんて信じられないとショックを受けていた。また週に3回ほどクリニックに通っているという女性も最後に言葉を交わしたのは今週の火曜日。普段と全く変わりなかった。疲れているとかそんな風には見えなかった。悪い噂なんて聞いたことがないとびっくりしていた。そして今年の春頃から橋爪先生が以前より忙しそうだと感じていたと話した。このクリニックは外来で血液透析を主体に行う施設。血液透析は患者の血液を腕からチューブで抜き、透析器で老廃物などを除いてから体内に戻す仕組み。日本透析医学会によると全国に30万人以上の患者がいるという。専門医師によれば1分間に約 200ml の血液を抜くためチューブを引き抜けばショックを引き起こす危険がある。血管内に空気が入って脳梗塞を引き起こし命を失う可能性もあると話した。この事件の発生を受けて町田市保健所はあけぼのクリニックの立ち入り検査を行った。保健所によればクリニックを運営する医療法人社団三友会の理事長らから事件の状況などを聞き、現在通院している患者に影響が出ないよう指導した。立ち入り検査の際、理事長は医師の補充を考えているなどと話したという。同保健所に4月1日付で提出された届け出では医師3人、看護師4人、准看護師2人などの体制になっていた。このクリニックでは2010年6月人工透析中の女性当時73歳が透析のチューブが抜けてしまい命を落としている。勤務していた男性看護師が東京地検立川支部に書類送検された。この時も保健所は事故後3回にわたって立ち入り検査を行い再発防止を指導していた。そもそもこのクリニックは人工透析主体の診療所として市内有数の規模で人工透析患者を抱えている。そんな大事な機関での重大な事件。逮捕された橋爪氏は警視庁町田署の調べに、男性患者が人工透析室の入り口付近にいたため狙いやすかったと供述。被害者の男性患者は、橋爪先生はあっという間にチューブを抜いていなくなったと振り返った。事件があった人工透析室では当時
約10人の患者が透析を受けており、複数の医療スタッフがいたが、誰もチューブが抜かれたことに気づかなかった。橋爪氏の勤務時間は午前8時半から午後5時。事件があった11日の勤務は定刻通りだった。橋爪氏は仕事を終えて一度クリニックを出たが、誰かの命を奪ってしまおうと思って戻ったと供述。橋爪氏は事件後、車を運転して署に出頭し、その際に着ていた普段着に血液のようなものが付着しており、署が鑑定を進めた。そして橋爪氏は調べに対し、事件前に自決を試みたができなかった、相手は誰でもよかった、死刑になりたかったと話した。また同署幹部によると、半年ほど前から眠れない日が続き、仕事が手につかなかったとも話していた。事件前は睡眠薬も服用していたとのこと。事件を起こした背景に、オーバーワークが日常茶飯事である透析専門医の勤務実態が挙げられる。透析患者は全国に30万人以上もいるが、専門医は3000人台しかおらず、医師のオーバーワークはかねてより懸念されている。加えてこのクリニックでは、以前までは常勤医師2人に非常勤医師1人の診療体制だったが、事件が起こる2ヶ月ほど前から常勤1人と非常勤3人に変わっており、常勤の橋爪氏は1日50人の患者を見ていた。大変だなぁと思っていましたと話す女性患者もいた。責任がとても重く、過失があれば患者の命さえ危ぶまれる仕事において、1日何十人もの患者に対処していれば精神を病んでもおかしくない。患者の間では親切な A 先生、質問に丁寧に答えてくれる先生と評判がいいことからわかるように、橋爪氏は素晴らしい人間であり医師だったのであろう。もちろん自決をするために死刑になろうとして人の命を奪おうとしたことはとんでもないことであるが、真面目で几帳面な橋爪氏のような人ほど一人で悩んで追い詰められ極端な選択を取ってしまう。勤務時間は労働基準法に沿っており、特に問題はなかったが、責務と重圧が橋爪氏を追い詰めたのであろうか、医師としてあるまじき行為をしてしまった。誰も命を落とすことがなかったのは不幸中の幸いである。追い詰められる前に周囲が気づくのが一番であるが、それはなかなか難しい。周囲の人間にも気を使わせたくなかったであろう。しかし医師として誠心誠意尽くしていたことは、事件後の処罰から見てもはっきりわかる。今回の事件で東京地検立川支部は、逮捕送検された橋爪氏を被害者に対する生命侵害の危険性が低かったとして傷害容疑に切り替えた上で不起訴起訴猶予とした。不起訴の理由については、被害者の処罰感情が強くないことなどを考慮したとしていた。死刑になりたくて人の命を奪うという最低の行為に出る犯罪者は悲しいかな一定数いる。しかし橋爪氏はそういった犯人とは少し違う。もちろんやったことは許されることではないし、誰も命を落とすことはなかったとはいえ、もしも橋爪氏の願望のために身内の命を奪われようでもしたら、橋爪氏の境遇がどうあれ絶対に許さない。責任の重すぎる医者ゆえに起きた事件であるため、何とも言えない闇がある。とはいえ貴重な意思を失ってしまった損失は計り知れない。再発防止のために医療関係者の待遇を少しでも良くしてもらいたいものである。